ちょっと今日は疲れて疲れて今やばいです。体が、体こんななってるやばいね。よいしょ。なんでなんこれ。え転倒した。転倒、すいません。あ、オッケーオッケー。もういろんな疲れがわーってなったんですよね。サイン来てありがとう。みんな生写真のさ、サイン入り生写真あのゲットしてくださった方は多分もう届いてるのかな、わからないんですけど、本当にみんななんか結構喜んでくれて嬉しいです。ありがとうございます。届いた、よかった。そう、 SNS とかで見ててさ嬉しかったんだ。みんなぜひ SNS 上げてください。どんなのが届いたんだろうどんなのが届いたかわからないけど、すごかった。本当にそう思ってもらえて嬉しいと思ってもらえたら嬉しいんだけどさすごかった。どういう意味のすごいだろう。ちょっと緊張するんだけど、やっぱり本当にそう、めっちゃ頑張った。もう頑張ったそう、カラフル、そうそうそう、なんか目立っちゃったよねハートもいっぱい描いて、あれ結べないよ。そうだからみんな大切にしてね。なんかごめんね、もしかしたらさ、なんかどっかのさ何かがさ他の生写真になんかちょんってなんか書いてあるかもしれない。ん、なんていうの、なんかね、あのちょっとさ最後っていうか全体的に時間が終わりすぎて、なんか一枚一枚あのなんだろう、そのなんて言えばいいんだろうね、そのねそのやつに、まあなんかどうな、なんかね、ちゃんとなってるかわかんない、心配なんだけど、でもまあ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 、まあまあ、ありがとう、よかった。そう、顔しか見えない。そう、ママにも言われた、もう顔しか見えないねって。なんか今回全身のカットだったので、生写真のね素材が、そうだからこれは大きく描けってことだよねって思ってもともと私大きく描く癖なんですけど、そう本当に、とりあえずルアーは今回はサイン一気に描いて、とりあえず一周して、で次はいろいろメッセージとかデコレーションして一周してって感じにしました。なんかサインもあの色を変えたりだとか、あとなんだろう、色を変えたり、あと磯部ルアをあのカタカナにしたりひらがなにしたり漢字にしたり、あとベルちゃんとかルアシーとかそういうあだ名にもしました。そう、名前も変えてみたりとか、あとはなんだっけ、あとなんかやったかな、まあ、ハートもたくさん書いたし、なんだろう、あと工夫したところ、なんか途中でネタが切れて途中でネタが切れて、なんか犬バージョンとか、犬バージョン、猫バージョン、クマバージョン、キツネ書いてないかな、ウサギバージョンも書きました。なんかそう、ウサギバージョン、そう、なんかいろんなの書いてみたりだとか、あと本当にどうでもいいこと書き始めて、途中からなんか深夜テンションだったので、なんか私を五大栄養素に入れてくださいとか言って、いや入れねえよみたいな感じの生写真もあります誰に届いたんだろう、これめっちゃ気になるね。超どうでもよくない？そう、楽しみだなって言って開けたら、私を五大栄養素の中に入れてくださいって
きいベルボートトンボ、あーそうそうそう、なんかあの お絵かきしたくなっちゃってそう、大きくデカデカと書いたものもありました。それが届いたのね。そう、五大栄養素に入れてください生写真とか、あとはなんか私はフルーツだったらイチゴが好きですみたいな、聞いてないのに何も、そうだからもう本当に自由自在な生写真なのでなんかうわ楽しそうだなって思ってください、本当に。うんねえでも喜ん、今のところ喜んでくれてよかったよ、うわわ嬉しい嬉しい嬉しいな。保湿した今。そう、私イプサシが大好き、おい反射反射、イプサシが大好きなんですよイプサシが大好き、化粧水もイプサ使ってます、イプサ様様です、いつもありがとうございます。なんかスティックもね、なんか化粧スティックっていうやつがあるんだけど、これこれこれ、そうなんか全部こういう感じのパッケージなんだけどね、なんかこれも2本目なくなっちゃって、また3本目を買わないといけないんですよね。リピ買いしてます。ママもこれ好きで親子でリピ買い、このスティックめっちゃいい、潤いますよっていう乾燥肌からの好評、乾燥肌かの乾燥肌ルアシからの意見そう寝起きなんですよね私、マジで疲れすぎてこれ一回寝とかないとやばいなみたいな一回寝とかないとと思って、で起きたらあ、次は次は仮装しないとも、いや頭ごっちゃです。でも今日もお仕事頑張ってきました、そう頑張ってきたよ、楽しかったね、もう今日のお仕事すごく、そう楽しかった、からまあそれがいつどうなるかわからないんですけど、まあ待っててください。そう楽しくてすごい楽しかったありがとう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 、え、なんか私なんかメイドさん慣れてんじゃない、ちょっとあのごめんね、あのですねこれねネックレスなんだけど、じゃあこれ外すね今日これずっとつけてた、ちょっと待って、これ私ネックレス外せないんだけど、ちょっといけるかな、いつも外してもらってる、これね金具がちっちゃすぎてルア一人でできないんだよね、ちょっと待って、さすがにメイドにこれは合わないよね蝶々のネックレスなんですよ。あ、取れた取れた、嬉しい、やったね嬉しい、よいしょ、ほらこっちから見た方がいいのか、こっちか、お可愛くない、蝶々でーす、キラララララ、あんまり銀のネックレス持ってないから自分で買った、そう誰なんかなんだろう、とりあえず買っとこうと思って買ったんだけど3ヶ月くらい使ってなくてあ、そういえば今日使おうと思って使った、他にもネックレスあるんだけどね、本当に全部柄みたいな感じで、あれどこだろう、そうこれはルア昔これも買いました、前結構前、あれ見えない、よいしょ、こっち、え、こっち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 、こっち、よし、マリクワさんのやつ可愛いよね、マリクワさんも大好きです、そう大好き、マリクワさんはこれも好きだし、あれはどこちょっと、あれないよ、ちょっと待って、で、あーババババ待って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 、あれないの、もう一個あった、これはこれシニーさんで買いました、これは逆にあのこれ可愛くない、リボンのやつです、ちょっとピンクっぽいやつ
そう、今日はでもこれが選ばれました。イヤリングは使いこなしてないです。イヤリングはね、私すぐ髪の毛溶かすので、髪の毛溶かすと引っかかってすぐ落ちるから。そう、あともうコロナ禍から私イヤリングしてないんですよね。なんか昔の小学生の方がずっと毎日イヤリングしてた。おしゃれ小学生してました当時は。なんだけど、そのコロナでマスクするようになってから、このここで引っかかるから、マスクの紐でね、そっからイヤリングしなくなって、そう、そっから全然してない。なんかお菓子食べよう、お菓子食べよう、お菓子食べよう。ちょっとこれやろうよ、これ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 。23分よし、まだ時間ある。見てください、駄菓子です、こちら。じゃん、酸っぱいぶどうにご用心、酸っぱさアップ、どれが一つか、超酸っぱいだって。これを一人で全部やります。ってことは、ってことはだよ。ってことは、まあ、必ずちょっとなんか不良品じゃない限り必ずちょっと当たってしまうかなって感じなんですけど、まあ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 、体張っていきましょう、体を張っていきましょう。ちょっとなんか寂しいよね、一人でやるっていう。一人で恥ずかしい。ではいただきたいと思います。いただきます。え、どれがいいかな、待って、これさ、なんか意外と見ればわかんじゃない、これ。え、なんかほん結構マジレスするとマジレスするとなんかここ真ん中だけ濃いんだよね、ちょっと色が。うん、え、そう思わない？ここから真ん中だけちょっと濃くて、これ結構逆に薄すぎる。これはちょっと一番中くらいの色してるんだよね。え、わかんない、待って、これどうなんだろう。一番中くらいのところからいってこうかな。ね、これが多分中くらいの薄さしてるので、これ食べて考えましょう、まずは。ではいただきたいと思います。ちょっと濃すぎず薄すぎずのやつです。多分最初は甘いと思う、甘くなってほしい。いただきます。うん、うん、甘い、うん、ぶどうの、うん、これガムなのかな。うん、ガムなんだって。なんかガムじゃないみたい、なんかこのまま溶けてなくなりそうな感じです。うん、うん、他にはね、